世界のジャパンチャンネルへようこそ。南シナ海、世界の貿易の約3分の1が行き来すると言われており、日本にとっても中東からの原油を輸送する重要な海上交通路帯です。漁業資源以外にも石油や天然ガスといった地下資源が豊富で、東南アジア6つの国と地域が領有権を主張しています。今回はそんな南シナ海において、中国の実効支配が強まる人工島に関する話題を海外の反応と合わせてご紹介します。2020年、南シナ海で中国が領有権を主張する暗礁をアメリカが先制攻撃して爆破する可能性があるという警告が中国の専門家の間で上がっていると、ニューヨークを拠点とする中国語ニュースサイト最大手ドゥオウェイニュースが報じました。領土を拡大しようとする中国と、それを許さない世界の警察、アメリカ。米中の対立は日を追うごとに深刻化し、いつ開戦してもおかしくない状態に。南シナ海は武力衝突する可能性が最も高い地域とされており、中国が1950年頃から九段線という独自の境界線を設定し、南シナ海ほぼ全域に主権が及ぶと主張しているため、東南アジア諸国との間にも摩擦が生じています。ことの発端は2014年にフィリピン外務省が、南シナ海の南沙諸島近海に中国が大量の土砂を投入していると発表したことによります。中国は南沙諸島の暗礁地帯を埋め立てることで人工島を建設し、自国の領土として主張。さらにそこに滑走路を作ることで、有事の際には戦闘機を配備することができる島にしようとしていたのです。アメリカはこの人工島を軍事施設と位置づけ、ポンペオ国務長官は会見で中国を批判する声明を発表しました。2015年、アメリカ海軍は航行の自由作戦と称し、イージス艦で人工島から約19キロ航行するとともに、不測の事態に備え、一隻の空母を中心に、それを護衛する駆逐艦や潜水艦などで構成される戦闘部隊、空母打撃群を展開。また、グアムから B-52 爆撃機が人工島周辺を飛行し、中国に対して牽制を行いました。これに対して、北京大学のアメリカ研究所センターは、アメリカが大統領選の前に南シナ海で武力を駆使する可能性がある、とコメント。香港のメディアも、南シナ海と中国の海岸沿いに対するアメリカの偵察飛行が記録的な水準に達していると報道しており、ドゥオウェイニュースはこれらの声明が南シナ海奇襲に科学的な根拠を与えたものだと解釈して報じました。ドゥオウェイニュースは専門家のコメントを引用し、アメリカの奇襲攻撃の目標は現在中国軍が駐留していないスカボロー礁になる可能性が高いと指摘。その後、滑走路を建設した南沙諸島最大の人工島、ファイアリークロス礁を攻撃し、周辺の暗礁も破壊した後、最終的には中国以外の国が領有権を主張している他の暗礁もまとめて爆破し、南シナ海における領有権紛争を一気に収束させようとするだろうと予測しました。これに関して北京の外交筋は、アメリカ軍がいきなり攻撃を仕掛けてくるということはなく、まずは中国に対し南シナ海の施設の撤去を要求してくるだろう。我々がこれを受け入れない場合は、戦争を覚悟して武力行使のための手続きを行うことになる、と話しており、中国共産党機関紙人民日報の姉妹紙環流時報も武力衝突に備えるべきと述べました。結果、アメリカが武力を行使することはありませんでしたが、これまで一歩も引かない姿勢を貫いていた中国政府も、実際にはこれまでにないほど北京の指導部の緊張度と人民解放軍の警戒レベルは上がっていたようです。中国とアメリカ、お互いが対立関係にある現在において、今後再び事態が深刻化すれば、人工島をアメリカ軍が破壊する可能性は出てきます。すでに中国を除いた周辺国は、この複数の人工島が軍事拠点であると認識した上でアメリカに賛同しており、島の建設を国際法違反としてフィリピンが中国を相手に提訴した裁判では、オランダのハーグにある常設仲裁裁判所で、中国の主張に法的根拠なしとの判決が出されました。
警告を無視した上で一方的な領土拡大を行うことは侵略とみなされても仕方がないのです。中国政府は当初この人工島を民間人のための島としていましたが、ミサイル実験を行ったり発射台や対空レーダーを設置しているのが確認されており、明らかに軍事目的だということがわかります。日本は軍事活動に制限があるため、現在はアメリカに頼る以外解決策は何もないのが現状です。この話題に対して海外の人々から様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。中国に対して強く出れることがトランプが再選する可能性の大きな理由の一つとなる。アメリカでは右翼も左翼も中国を嫌ってる。我々が団結できる数少ないことの一つだ。トランプ前大統領は好きではないけれど、この件に関しては彼は正しい対応をしていると思う。全世界を敵に回したとしても、中国は南シナ海を絶対に諦めない。そもそも南シナ海と呼ぶのをやめないか？別の名前にすれば解決すると思う。東アジア海って名前にしたら？フィリピン人です。私たちのメディアや政府は数年前から西フィリピン海と呼んでいるよ。ベトナム人だが我々は歴史の始まりから東海と呼んでいる。中国全土の国民の支持があれば恐れることは何もない。国家の主権を守ることに他国の支持があるかどうかなど関係ない。第三次世界大戦が始まるとすれば、南シナ海が主な戦場になるだろうな。6週間で滑走路を作る中国の本気度はすごいな。イギリスはヒースロー空港を作るのに6年もかかったんだ。中国は怖いものなしだな。中国に強く言える国なんてほとんどない。そのうち奴らは好き勝手やり始めるだろうな。アメリカや小日本のような部外者の同意はいらない。奴らの空母を沈めない限り中国の安寧は永遠に訪れない。アメリカが世界の警察だった時代は終わりました。そのうち世界中のサンゴ礁に中国は滑走路を作り出すぞ。中国製品はもう二度と買わない。君が持ってるアップルの製品の裏を見て。多くの国家が中国側の立場を理解し支持してくれている。ザンビアやカメルーン、マラウイ、そしてエチオピアだ。明確に反対しているのはアメリカとフィリピンだけ。すべては西側の捏造である。以上が海外の人々の反応でした。中国人の中には南シナ海が本当に自分たちのものだと考える人が多く、幼い頃から政治的なメッセージを刷り込まれて育つ愛国主義教育の負の側面が見られますね。中国の海洋進出は年々深刻化しており、アメリカのバイデン大統領はクアッドを重視しました。クアッドとは太平洋をぐるりと囲む日本、アメリカ、インド、オーストラリアの4カ国で構成される自由や民主主義といった基本的価値を共有する枠組みです。当時、自由で開かれたインド太平洋の実現に向け、日本の総理大臣だった安倍晋三氏によって提唱され、その後アメリカのチェイニー副大統領の支援を得て開催されました。アジア太平洋地域における米中関係の対立が増す中で、2022年に東京で開かれたクアッド首脳会議では、ワクチンをはじめとするコロナ対策、気候変動、インフラ、新興技術など広い分野での連携を強化することで合意した以外にも、地域情勢をめぐっても意見が交わされ、覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、法の支配に基づく国際秩序を維持するとともに、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた取り組みを一層推進していく方針を確認しました。バイデン大統領はそれ以外にも、オーストラリアに原子力潜水艦を提供するために作られたアメリカ、イギリス、オーストラリアによる軍事協力隊オーカスを結成し、すでに稼働中のクワッドと並行させることで、安全保障における対話だけでなく先端軍事技術の共有など具体的な軍事協力を目指しています。
アメリカが外国に対し原子力潜水艦やその関連技術を供与するのは1958年のイギリス以来初めてのことですが、協力範囲はそれだけにとどまらず、水中ドローンや量子技術、人工知能など合計17の分野で合同ワーキンググループを設置する計画です。同じ文化と言語を共有するアングロサクソン同士の協力を通じて、中国に対する軍事技術的優位を守っていく狙いがあるとされています。それだけ日増しに強力になりつつある中国の軍事力を世界の脅威と見ていることがわかりますね。南シナ海を舞台にした軍事的な衝突の恐れは今後も続くと考えられますが、その背景には政府が態度を軟化させれば共産党のメンツに関わるとし、国内問題に波及することを恐れる中国と、中東やウクライナ政策への姿勢から決意に欠けた印象を同盟国に与えてしまうことを危惧するアメリカの姿があります。願わくばかつてのキューバ危機のように両大国が武力行使の寸前で思いとどまることを祈るばかりです。皆さんはどう思われますか？動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはリリーがお送りいたしました。